カナオからちょくちょく教えてもらってるけど、あとは予算の問題だけみたいだぞ。そこが一番面倒なんだろうけどな。まあ順調に進んでるならよかったじゃん。実現すればうちの部署からって。それでどれくらいあるんだ？5教科かな。はい、宿題のプリント。ね、すごいでしょ。そうだな、重なるときは重なるものだ。できればこういうことはないようにしてほしいよ。放課後まで時間を束縛されたらやりたいこともできないもの。うまるのやりたいことは漫画やアニメを見ることだろう。日本のアニメは世界に誇れる文化なんだよ。それを見ることは正しく文化を学ぶことなんだから。宿題が被らないように先生たちと会議してほしいよね。無駄口はそこまでにして始めるぞ。はーい。地上に降った雨は大地を潤し、微生物や植物、
それを食料にする動物、さらにそれを食べる動物。うん、そういうのいいから。だけど子供の頃は別に嫌いじゃなかっただろ。新しい傘を早く使いたいとか、水たまりにわざと入ったりとかしなかったか。マルはもう子供じゃないよ。あ、もうあんなに大きな水たまりできてる。どうする？ジャンプだね。じゃあ1、2、3ってジャンプね。わかったよ。はい、それじゃあ。手離れたらマルがびしょびしょになっちゃうじゃない。はいはい、合図はウマルに任せた。ウマルたち、今兄弟の絆を試されてるよ、お兄ちゃん。風でも引かれたら大変だしな。なんだ、笑うところか。いいからいいから、帰ろ。そういえば大変、その後企画について動きあったのか。カナオからちょくちょく教えてもらってるけど、あとは予算の問題だけみたいだぞ。そこが一番面倒なんだろうけどな。まあ順調に進んでるならよかったじゃん。実現すればうちの部署から提案した企画の第1号ですね。応援していますよ、太平先輩。うん、ありがとう。ところでアレックス君は何をやってるの？今プレイしている美少女ゲームの同時攻略に難儀していました。同時攻略？本当はこのようなことをしたくないのですが、攻略ページで方法を調べているんです。なんとそのゲームは今時には珍しい、全登場キャラと同時にお付き合いするという攻略方法が可能なんです。一人のタイムテーブルを追いかけていればいいわけではないので、攻略難易度が格段に上がります。それこそ隙間を埋める作業です。一回のミスも許されません。最近のゲームはユーザーライクですので、ハーレムルートというのが用意されていますが、僕はどうかと思っているんです。そういうことはアニメで表現すべきで、ゲームはやはり攻略という要素を。あのアレックス君、その話はまた今度でいいかな。そうですか。あ、では時間が空いた時に声をかけてください。そうだ、せっかくですし女の子も紹介しましょう。太平先輩はどのような女性がお好みですか？そのゲームには王道のツンデレからお嬢様、ヤンデレ、引きこもりプリンセスなど。アレックス君、今は仕事をね。ああ、僕は悪いけどこの書類を。選択肢を選べばよい。